この番組はマスコミの報道しない自由をからかいつつ、マスコミが報道しない情報を皆さんと共有することで日本の正常化を目指しております宮城チャンネルかっかり。今回は1週間を振り返る増刊号、ドドーンと始まります。1月7日から始まった1週間、今週のニュースやワイドショー、まあ、今年もなんですけれど、地獄のチューリップの歌歌っておりました。もう海外的に言いますと、異常気象が過去最多で、今週に入りまして新型コロコロが警戒レベルだとギャスカギャスカ大騒ぎしておりました。もう知らんがなっていう話です。病を軽んじてんじゃないですよ。ただ大前提として、特定感染症法における5類になっているからです。ところがですよ、能登半島地震においての被災地避難所において感染症がと大騒ぎしております。そうやって騒いでるのはどなたですかって話なんですが、皆様の NHK を筆頭に、能登半島地震以後 SNS でデマかと拡散しております。ネットにデマがないというつもりはこれっぽっちもありゃしません。しかしネットには自浄作用が働くんです。そしてこの自浄作用、毎年単位でというよりはもう毎秒単位で自浄作用の力が高まっているんです。今のネット界隈はで言いますと、コミュニティノートが炸裂しまくっています。むしろ能登半島地震において悪質性が確認されたのはゴミの、あ、間違えちゃった、マスコミの方じゃないんですかって話なんです。これをミスリードとして指摘していたのが島根県の丸山達也知事です。1月11日の定例会見を伝えました TBS のまとめサイトニュースディグによりますと、食料が届いただとか炊き出しが始まったっていう報道はありますが、そこに地図とかが載っていないので、一体どこまで支援が行ったのか、これがわからないというんです。その結果、もう十分と支援の手は届いたんですかね、なんて誤解が広がってはいないか、まあ、こうしたミスリードを指摘されていたんです。こちらは BSS 山陰放送を伝えたものなんですが、東京都港区赤坂ハマスにあります、あ、間違えた、赤坂サカスにあるのかなっていう TBS 本体の方でもミスリードとしか思えないような報道が今週なされていました。1月10日の TBS N スタでは、番組のメインキャスターの一人であります TBS アナウンサーの日比真央子さんが被災地の珠洲市に入って、公民館だかどっかの前で中継をしておりました。その日の午前中、キッチンカーがやってきてケバブを配ってくれた。そこには行列もできまして、初めてケバブ食べましたという被災者もいたとのことです。日比真央子さんは続けて、なぜボランティアをしているのかと尋ねたところ、ケバブを配った団体は昨年のトルコ地震で日本の皆さんに助けていただいた、その恩返しをしたいという気持ちから、埼玉県や上野というから東京台東区の上野かと思われますが、そこからやってきたといって支援の輪が広がっていると、 TBS アナウンサー日比真央子さんはリポートされておりました。あれ、これだがちょっと待ってほしいって話なんです。団体とは誰でしょうか。というのは、全く同じ1月10日というタイミングで、さらに同じ石川県の珠洲市で、埼玉県南部の川口市のクルド人がやはりケバブの炊き出しを行っていたというのは、埼玉県南部川口市が地元であります埼玉新聞が伝えていたんです。埼玉新聞によりますと、すでに被災地でボランティア活動に当たっておりました国際交流 NGO のピースボート、そこと、もしもしのラインなのか分かりませんか、いずれかの連絡を取りまして、現地入りしたと、クルドの皆さんは現地入りしたと伝えておりました。善意を否定するものではありません。もちろん、何人だからだなんていうつもりは、本当にこれっぽっちもありゃしません。しかし、やはり同じ1月10日に、結果的に今年初めてとなった、石川県知事、長谷博知事の定例会見での見出しを、TBS のまとめサイト TBS ニュースディグは次の見出しで伝えていたんです。長谷知事、個人的なボランティアは二次被害に直結、ホームページでの事前登録呼びかけ、団体での炊き出しのボランティアが OK だと TBS N スタを見てうっかりそう思った人たちが、どっかしらからかキッチンカー借りてきて、
時には大八車を引きながら石川県の現地入り炊き出しボランティアに参加するって言い出したらどうなっちゃうんでしょうか。またここはあえて何人という言葉を持ってくるんであれば、言葉の壁です。留学生の方や観光客が観光に訪れているところでグラグラって揺れちゃって、さあ被災者になった時に問題になるのが言葉の壁なんです。一方 TBS N スタで TBS アナウンサーの日比真央子さんが団体と紹介した皆さん、トルコ地震でというお話ですから、その団体の皆さんはトルコにルーツを持つ方々だと考えるのが自然なんです。はい、ここで別の国の話をします。今いろいろと緊張関係が続きまして、能登半島地震の時も日本の領海のあたりをうろちょろうろちょろちゅこーくしていた国があります。まあ中国です。今から16年前ですから西暦でいう2008年になりますが、中国の四川省を大きな大きな地震が襲いました。この時日本側はいつでも助けに行きますよって言ったんですが、中国側の方は発災から2日目になって日本からの救助隊の受け入れを始めました。2日すでに経ってますが、これでも異例のことだったんです。しかしすでに2日経っておりました。なので実際現地に入った救急隊員の皆様は力及ばずという現実に直面しました。この時何もできませんが、犠牲者を目の前にして我が日本国の救助隊の皆様は黙祷を捧げました。これが中国国内で大きな話題になったこと、覚えてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。これらはいずれもお互い様、おかげ様なんですが、トルコだけでも中国だけでもの話じゃありません。災害大国日本はこの災害対応のノウハウを持っているんです。すなわちレスキューのノウハウを持っているんです。はてさて、その恩返しをいつかせねばと思っていたら能登半島で大きな地震ですか。よし、これは一肌脱がなければと。日本在住の外国の方が一斉に能登半島を GoTo と目指したら、何事もなければそれが一番いいんですよ。しかしそこでグラグラっと揺れたりとかして二次被害になったら現場の負担はさらに重くなるんです。やはりここでも言葉の壁が出てくるんです。 TBS としては国際交流のほのぼのエピソードといったところなのかもしれませんが、やはりミスリードしてはいませんかって話になるんです。シロがこう言ってます。最低モーニング。埼玉県南部の川口市から団体を受け入れた形になりました国際交流 NGO のピースボートの共同代表は TBS の毎週日曜の朝からネットを騒がせておりますサンデーモーニングのレギュラーコメンテーターの畠山澄子さんだったと記憶しております。これもちろん偶然だと思いますが、マスゴミの周辺ではなぜか地下系で根っこでつながって情報共有してんじゃないかなと思われる偶然を数多く確認しちゃうんです。ミスリードという視点に立ちますと新聞も負けちゃいられません。1月11日の中日新聞、中日スポーツは次の見出しでとあるネットの反応を伝えておりました。長谷博史石川県知事、13日に岸田首相と能登半島被災地訪問の意向表明にネット上では、え、まだ行ってないのと驚きの声相次ぐ。実にこの記事がミスリードというよりいやらしいのが、能登半島被災地と見出しても断っておきながら、多分石川県の土地勘がないであろうネット民の声をまたこれガチコーンと直結させて見出しに取っているところです。石川県は能登と金沢、さらに加賀となっていて、この能登半島の方でも奥能登と中能登ですかね、という形で4エリアに分かれているとのことなんです。ざっくりと言いまして、県知事がおります県庁というのは金沢市にありまして、一般車両の乗り入れを禁止して緊急車両専用にしました。能登里山街道というその道の南側が金沢市です。だからより被害が深刻な能登半島の方には入らない、あえて入らなかった。それこそ二次被害を避けるために控えていたんではないかと考えるのが自然なんです。それを中日新聞は多分土地勘のないであろうネット民の声を拾い上げて、え、目でヘジヒル知事被災地入っていなかったんですかと
上げつらってるということになるんです。また中日新聞の記事のいやらしいところが、地震があったその時知事は自宅のある東京都内にいたと書いております。そして長谷博石川県知事が都内の自宅にいたのは、それは本当だったとしても、地震が起こったのは1月1日の夕方です。この日は皇居で新年祝賀の儀が行われるんです。皇室の皆さんはもちろんながら、三県の長や都道府県知事が天皇皇后両陛下にお祝いを告げる儀式があるんです。そしてその日に能登半島地震が起きたんです。それを知事は地震の時都内の自宅にいたですか、ミスリードをしているのは誰なんですかって話です。また今週に入りまして、ニュースやワイドショーはホテルやいっそのこと別の地域に身を寄せます二次避難がなかなか進まないと挙げつらっておりました。まるで行政の側の不手際があるようで、二次避難が進まないことからの感染症が関連多比がと脅かしておりました。しかし1月11日の BS フジテレビのプライムニュースに出演した長谷博知事によりますと、能登は優しや土までもとして、自分だけが避難するわけには、退避するわけにはいかないと、二次避難を拒む住民の皆さんの説得に今大変苦労しているとお話しされていました。また石川県の方というのは相手をおもんばかる心が強いことから、のこのこと取材に、わざわざ取材にやってきてくれたと記者の方にも、おまんじゅうでもどうぞと、自分のことはよっこいしょとさておきながらと、こうした気質の方が多いという話に、 BS フジテレビプライムニュースの司会進行を務めます反町修さんは、うっと涙したとスポニチアネックスは伝えておりました。すると地元の自治体の方にさえ相手をおもんばかって自分を後にするような、そうした石川県の皆様のところにのこのこと取材記者がどれだけ入ったからといって、本当のところを聞き出すというのは不可能、いや難しいんじゃないでしょうか。白がこう言ってます。迷惑。テレビ朝日系報道ステーションの取材クルーを乗せたタクシーが被災地で横転事故を起こしたと1月11日のスポーツ報知は伝えていました。事故そのものはタクシードライバーの突然の体調不良が理由なんですが、骨折打撲ということなので、被災地の医療リソースを使ったということが推定されます。被災地において大変貴重な医療リソースをテレビ朝日の取材クルーが使ってしまった可能性が高いということです。テレビ朝日で医療リソースというと、今週も確認しておきます。新型コロコロによりまして、救急車が医療リソースがと大騒ぎされていた時に起こりました、テレ朝カラオケボックス飲酒転落事故の報告はモーニングショーの中であったのか、あった、なかった、なかった、また来週のでした。なめくさりやがって、というか被災地は平時ではなく有事なんです。自然災害時にはもはや代表取材など災害報道を見直す時期に来てるんじゃないでしょうか。何より今はネットがありますなので、被災地現地の声って SNS ご存知ですか、マスコミの皆さん。 SNS 使うと現地の人たちの声を直接聞くことができるんです。そんな時代に原付マイクの後ろになって暴走ごっこをするハンヘルのような、そんな感じの現場リポートの必要性はなかった、なかった、残念となっていますし、いたずらな現地入りによって生まれるミスリードが消えた、消えた、やったとなることは、まさに一日も早い復興につながるんではないか、そんなことを考えてしまう1週間の始まりでございます。今週も自然災害も含めて正しく恐れて頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、やちゃんじゃんけんじゃんけんパー、私がパーなのでチョキを出したあなた、週の頭からサイワーブイおめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、気が合いますね。週の頭からのエナジーチャージハンドパーをまとめてミミミミミミ、グーを出したあなた、がんば増刊号恒例謎のギターのコーナーが始まってよ。
次回も見てくれるかな。ワンコのコーナーでお待ちです。バイバイ。バイバーイ。